はい、どうも、はるきです。今回は普通に出しますよ。もう出し方一つでさ、なんか言われちゃうからさ、今回はこちらでございます。ベイブレードバースト B67 ランダムブースターボリューム5ギガントガイア QF の開封動画でございます。最近ね、ランダムブースターを変えていなくて、まあ買う必要があんまなかったんですけれども、まあね、今年の4、5月までランダムブースターの発売がないとのことなので、ちょっとね、体がランダムブースターを欲しがってしまいまして、まあアンロックユニコーンの黒当たってないしいいかなと思って買ってきてしまいました。早速ね、開けていきたいと思います。狙いはまあギガントガイアと、トラシエラいらないもん。ギガントガイアと、アンロックユニコーンの UT かなを狙っていきます。ジャークは本当にいらない。邪魔。本当邪魔。さあ、アンロックユニコーン UT が来てくれれば、俺はもう今回は勝ちですね。こっちかな。別にアンロックユニコーン UT 欲しいわけじゃないんだけどさ。おっと、これはトランスな可能性が。そう、欲しいわけじゃないんだけど、どうせならコンプリートしたいじゃん。アミーダンボールは2枚。無理やから行くか。来てくれ、アンロックユニコーン。あー、この割れ方は一番ダメだ。おお、来た。そこまで叫ぶほど嬉しくはないけど。よっしゃー、やったぜ。狙いのものが一応来てくれたので、いいかなと思います。今月はね、ベイブレードバースの新商品が多分、アシッドアヌビスだけなので、開封動画がね、なかなか撮れないと思うので、まあこのタイミングでランダムブースターを買ってきたのは、まあ動画的にもいいかなと思います。新色のトランスもいいですね。このワインレッドみたいな感じのカラー。これディスクはアッパーか。アッパーはな、全然魅力を感じないんだよな。どこがいいんですかね、これは。あ、でも色合い結構かっこいいっすね。渋くていいですね。さあ、あとはギガントガイアが、もう全部ギガントガイアでもいいかなとか思うんですけど、まあ、そんなギガントガイアいらないよね。ね、もう4個持ってるから。かといって他の何かが欲しいかって言われるとそうでもないっていう。来てくれるならギガントガイアが一番マシなのかなみたいな感じですね。あともう一個アンロックユニコーン UT でもいいかな。トランスドライバーはね、結構欲しいので。お、ダミーダンボールが2枚で、これはギガントガイアじゃないのかな。あ、白いのバネプチューンですね。これはなんだっけな。あんまりね、そのギガントガイアとドラシエル以外の印象が薄い。あ、これか。紫色のインパクトドライバーです。全然使わないですね。あ、でも今度ちょっとこのインパクトドライバーで、恒例の違法改造コーナーで何かやる。まあ、いらねえ、ジャークやないかい。まあ、その違法改造のコーナーでちょっとね、ちょっと、なんか工作かな、まあ、工作というか加工というか、簡単な加工をしてね、検証したいことがあるので、まあ、予備があってもいいんじゃないかなと思います。では、三つ目。カッターが下手くそ。このやっぱ開封シーンをね、大事にする系 YouTuber なんでって何回言ったかな、俺今まで。やっぱ大事にしたいんですよね。昔自分で見てたのがね、そういう感じだったんで。噛みすぎ。さあ、またここがなっていないぞ。お、ダミーダンボールが1枚。これはギガントガイアの予感がする。熱いぞ、ギガントガイア。来い。お、ノバネプチューンの紫。今のところ被ってはいないが、ディスクとドライバーはなんだっけな、これ。あ、クォーター、まあ、クォー。いや、クォーター自体は優秀で好きなんですけど、すごいお気に入りのパートなんですけど、多分これね、11個目とかなんだよね。そんないらない。てか、まず、ランダムブースターボリューム5自体もうなんか20何個買ってるはずなのでね、それは被りますよみたいな、欲しいのなくなりますよって感じだよね。さあ、ギガントガイアが来ないな。これね、ぶっちが来なくてもいいって感じなんだけどね。うん、まあでもどうせ買ったんならレア当てておきたいよね。お、またドライバーの袋が丸まっていない。そしてダミーダンボールが1枚。これはノバネプチューンかギガントガイアの予感。来い。おー、ギガントガイアー。嬉しくはね。こんなこと言ったらギガントガイア持ってない人にあれかもしんないけど、嬉しくはね。
いやもうだって5個目だよ。5個目はいいよね。じゃあ買うなよって感じだけど、まあ動画作りたかったんですよ、久しぶりに。ランダムブースターをね、開ける動画って結構好きなんですよ、自分も。他の人の動画とかもね、見ますし。まあこんな感じで自分がね、見たい動画作ってるんで、貸してくださいよって感じですね。さあ、最後の1個でございます。まあ、ギガントガイアでもいいし、アンロックユニコーン黒の2個目でもいいし、まあ、ゼノエクスカリバーでもいいかな。ゼノエクスカリバーの青の方が欲しいかな。っていう感じですね。はい。危なかった、今。ここか。お、丸まっていない。ということは、ダミーダンボールの数で、決まるな。ダミーダンボールは2枚。これはドラシエルの可能性が浮上しているぞ今。どうなんだい。あー、ドラシエルいらねー、いらねー、マジドラシエルいらねー。ドラシエル5個はあるのにさ、ドライガー1個しかないっていうね。どういうことよ。マジかい。マジか。セントラルプレスマジでいらないんだけど。そこまで強くもないしね、ドラシエル。こんなディスったらあれかもしんないけど、5個目だよ。はい。はい。というわけでね、今回はね、ランダムブースターボリューム5の開封動画、第何回目 ?3 回目とかかなでございました。まあ今回は目当てのこの、アンロックユニコーン UT もゲットできましたし、まあノバネプチューンもね、まあこのトランスドライブ、ん違うわ。このインパクトドライバーもゲットできましたし、まあまあまあレアの2つもゲットできたんで、まあなかなか良きな結果だったんじゃないでしょうか。というわけで今回はベイブレードバーストランダムブースターボリューム5の開封動画でございました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。